祇園へ。歩夢さん、祇園囃子は聞こえますか？私にとっては二度目の夏、二度目の祇園へです。去年の今頃、初めて聞いた祇園囃子は賑やかで、きらびやかで、宵山の人出の中をそぞろ歩けば、華やかな着物を着た娘さんやおかみさんにぶつかりそうで、都とはなんと美しいところなのか、と思ったことを覚えています。私たちは、まだその頃は身風呂押し組と呼ばれていて、会津藩預かりの身とはいえ、まだまだ先行きのわからぬような毎日でした。揃いの大福はできたものの、お金はないし、何しろ血の気の多い人が筆頭を務めていたので、いざこざが絶えなかったのです。そのいざこざの張本人が亡くなり、近藤さんが局長を務めるようになってから、ようやく身風呂押し組もあなたのよく知っている新選組になりました。あの夏、8月18日の政変が起きて、私たち身風呂押し組が御所の警備にはせ参じた後のことです。新選組の名を賜り、市中見回りの任を任せられたことを誰もが喜びました。これでもう身風呂身風呂と陰口を叩かれることはないと思ったのですが、一度ついてしまった悪評はなかなか消えないものですね。私自身は身風呂と呼ばれても何とも思わないのですが、中には嫌だと思う人もいたのではないでしょうか。山並さんのような気性の優しい人はきっと悔しい思いをしていたに違いありません。そう、こんなことがありました。前の局長が亡くなって葬儀も済んだ秋の夜のことです。土方さんの部屋から激しく言い争う声が聞こえてきました。私は別に立ち聞きするつもりはありませんでしたから、そのまま自分の部屋に戻ろうとしました。と、荒々しく襖が開けられ、怒りで頬を赤くした山並さんが飛び出してきました。君は自分が間違っているかもしれないとは思わないのか。山並さんは部屋の中に向かって怒鳴りました。なぜそんなに傲岸不遜でいられるのだ。人を何だと思っている。君のやっていることは人斬りと同じだ。死人に口なしというわけか。何をそんなに騒いでいる。土方さんが出てきて山並さんの袖を押さえました。同じ穴の身風呂じゃないか。少なくともこれで少しは評判が良くなろうというものだ。それが答えか。山並さんは土方さんの手を振り払いました。自分を人斬りだと言いたいなら言えばいい。私は断じて。そこでようやく私がいるのに気づいたようでした。沖田君、聞いていたのか。何をです。私は反射的に答えました。通りかかっただけです。身風呂がどうとか聞こえましたが。山並さんは傷ついたような顔になって、私と土方さんの顔を見比べました。何でもない、もう済んだ。言うなり山並さんは早足で廊下を曲がるとどこかに行ってしまいました。土方さんも黙ったまま自分の部屋に戻り、襖を閉めてしまいました。その後一度も土方さんの口から身風呂という言葉が出ることはありませんでした。身風呂という言葉を聞くと、いつもこの夜のことを思い出すのです。私はどうすればよかったのでしょう。
山並さんに謝ればよかったのか、二人の間を取りなせばよかったのか。いえ、私にそんな資格はありません。身風呂と言われて何も感じないような人間が何を言えばいいというのでしょう。だが、この日を境に私たちは否応なく、修羅の道を歩み始めたように思えるのです。年が明け、元号も文久から元治元年に改まったその春、京都守護職の松平堅守様が要職を離れ、陸軍軍事総裁職を命ぜられるという事件が起こりました。第四ある松平様のもとを離れることにでもなれば、私たちの身の上はどうなってしまうことかと、近藤さんは大変心配して嘆願書をしたためたそうです。結局、一月半ほど経って、松平様は京都守護職に復職され、私たちの屯所も落ち着きを取り戻しました。近藤さんはそれは大喜びで、土方さんや原田さん、長倉さんを引き連れ、島原に繰り出しました。もちろん私も行きましたよ。お酒はあまり飲めないんですけどね。近藤さんだってあまり飲めないのは同じですが、飲める人たちは大喜びでした。島原の桜は満開、柳は青々として、私も心が浮き立つようでした。新しい年が来て、気心の知れた仲間たちに囲まれて、土方さんもこの時ばかりは機嫌が良さそうでした。酔っていたのかもしれませんが、私には分かりません。飲んでも全然顔色が変わらないのですから。大使たちのどんちゃん騒ぎをよそに、山並さんは静かに杯を傾けていました。いつもの温厚な表情で何かを確かめるかのように、時折懐に手をやっておりました。私は原田さんと長倉さんの腹踊りを見て笑い転げておりましたから、二人の副長が何を思っていたかなど真面目に考える気にはなれませんでした。何があろうと私たちは仲間なのだ、一つ屋根の下の家族なのだ、という思いが込み上げてきて、嬉しくてたまりませんでした。そう、山並さんだって豚書の表札を書いた時はあんなに嬉しそうだった。山並さんの端正な筆が新選組の名を記し、大きな表札を表門に掲げて誇らしげに眺めていたのを昨日のことのように思い出しました。少々のことがあってもきっとうまくいくに違いない。私たちは誠の旗のもとに寄り集まった新選組の大使なのだから。今でも私はそう思っています。そうでなくてどうしてここまで来られたでしょう。あの子が豚所に来たのはちょうどそんな頃でしたね。桜は満開を過ぎ散り始めたところでした。見た目から言えば市村鉄之助という立派な名があるようにはとても思えませんでした。あまり小さいので、なだめるのにお菓子を買ってやらなくてはならないかと思ったほどでした。そこから先は歩さん、あなたの方がよく知っているかもしれませんね。大変な大騒ぎの挙句に土方さんの故障として豚所に収まることになり、それからは来る日も来る日も歩さんが世話を焼いてきたのですから。洗濯のやり方を教え、ちゃんとした掃除の仕方を教え、市場の場所や買い物のやり方を教え、時々はこっそり台所に呼んでおまんじゅうの一つも食べさせてやり、まるで本当の弟のように可愛がっていましたね。それでもあの子は毎日土方さんに怒られていて、私も
なるべく助けてやろうとはしていたのですが、よくもまあ懲りないものだと呆れることもしばしばでした。私も幼い頃から市営館で寝起きしておりましたから、剣の稽古に下働きにという苦労は知っています。そういう規律の中で自分を磨いてこそ本当に強くなれるのだということも。周りはみんな年上ばかり。そんな中で肩を並べてやっていこうというのは、口で言うほど簡単なことではありません。あの子、鉄君を助けてやりたいと思ったのは、自分の子供時代を思い出したからかもしれませんね。ですが、剣の道を選ぶということは修羅の道を選ぶということでもあるのです。そして修羅の道だと知っても、志を変えずひるまないことが誠の心なのです。歩さんは忍びの身、道は違っても修行の厳しさはよく知っていることでしょう。自分もかつては同じ道を通り、時には鬼とならねば生きてこられなかったこと、それゆえに愛する者を傷つけてしまったこと、弟を修羅の道に追いやってしまった、生き延びるためとはいえことさらに辛く当たってしまった、早く大人になれと、自分のことは自分で責任を持てと、厳しい顔しか見せてやれなかった。鉄君の少年らしい感情のほとばしりや素直な笑顔を見るたびに、歩さんは辛い思いをかみしめていたのではありませんか。なぜもっと優しい言葉をかけてやらなかったのか、なぜもっと抱きしめてやれなかったのか。共に修羅の道を行くならば、同じ苦しみを背負うならばと。修羅の道を歩む弟と、修羅の道を志す少年と、歩さんは二人の弟を自分が盾となることで守ろうとしたのですね。私がもっと早くそのことに気づいていたら。いえ、歩さんの秘めた心を語るようなことはやめましょう。二人の弟にはもう十分あなたの気持ちは届いていることでしょうから。一つまだお話ししていないことがあります。私たちがあれからマス屋に踏み込み、山崎さんがあなたの仇を取ったことは話しましたよね。マス屋、古高俊太郎の逮捕からことは大きく動きました。その古高の自白から長州浪士たちの陰謀を突き止め、池田屋へ打ち入って大勢の浪士を捕らえたのです。歩さんが命を懸けて動いてくれたことを考えれば、小さすぎる成果かもしれません。だが私たちは都を守り、できる限りの仲間の命を守って誠の道を果たすことができました。でも一番聞きたいのは山崎さんと鉄くんのことでしょう。大丈夫、二人とも無事元気にしています。しょっちゅう一緒にいて喧嘩になるぐらい元気です。何しろ同じ世代、背の高さは違うけれど、同じぐらい辛い思いをして修羅の道を乗り越えてきた二人なのですから。歩さん、少しは安心してくれましたか。二人が友達になってくれればと思っていたこと、私は知っていますよ。二人がどうやって苦しみを乗り越え、互いを許し悲しみを分かち合ったか、それはきっと二人が話してくれるでしょう。そう
哲くんの可愛い友達のことも。今日は祇園へ。道半ばにして倒れた魂や、この世に憂いを残した魂たちを沈める夜です。去年の雨の夜に私たちが手にかけた荒ぶる魂を、都の路地で倒した名も知らぬ老士たちの魂を、憎しみを抱き我が身を滅ぼした魂を、池田屋の闇の中で散っていった長州老士たちの熱い魂を、吉田松陰の弟子であり鬼才一世を傾くと誓った誇り高き魂を、今この瞬間にも読み地をたどり行こうとしている傷ついた魂を、やがて時が来て後を追うことになるだろう私たちの魂も共に、みそぎ払い沈めよと私は祈らずにはいられません。そして歩さん、あなたの魂が安らかであれと。市場の場所や買い物のやり方を教え、時々はこっそり台所に呼んでおまんじゅうの一つも食べさせてやり、